はい、こんにちは、笠原博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、中国で購入したウルトラマンのお菓子でございます。これはね、多分公式のお菓子だと思うんですが、生産が2月、まだ最近ですね。トマト味とチキン味かな、これ。はい、ということで、この何これ、双倍光眼って、2つカードとフィギュアが入ってるってことかな。これとこれ、60種類あるよって書いてあるように見えます。何ていう商品か分かんないけど、開けていきましょう。裏はなぜかコスモスがルナモードじゃないというね。開けます。お、プリッツみたいなのだね、日本で言うと。お、ジード技。お、 QR コードが書いてあるぞ。読み込んでみたい。さあ、フィギュアはなんだこれ。コスモスだ、言ってた。じゃあもう一個こっち開けましょう。トマト味。はい。あー、カードキラじゃない。え、同じやん、コスモスやん。ティガパワータイプ。レアが良かったな。多分レアがあると思うんですよね。はい、じゃあちょっと開けてみたいと思います。おもちゃの方ね。いや、一緒？そんなわけある？いや、一緒ランナー一緒、まさかの被る、そんなことあるかーい。すげえな、そんなことあるんだ。あ、買った、ブチって、あ、切れた。なんかこの、しかもこの素材ってめっちゃ荒れそう、ダメそう。一応切ろ、ハサミで。こういうのもニッパーがいいと思うんですけどね、本当はね。これ一応台座だろうね、多分足のね。組み立ててみよう。組み立たるかな。なんか荒い、めっちゃ荒作り荒。でもこれでいくらだったっけかな、すごい安かったと思うんですよ、数十円。まあだとしたらいいよね。あ、結構なんか面白い格好してるこのコスモス。あ、意外としっかり入るぞパーツ。いやー、シュール、めちゃんこシュール、めちゃんこシュールな。これウルトラマン OK したんだ、これでこれで OK なんだ発売。こんなシュールなウルトラマンでいいんだ手開いてるとかそういうのがなくていいんだね。立たねえじゃん、これ。台座じゃねえのこれ。立ったマジでシュール。ああ。で、ちょっと俺思ったのは、このカードなんかフュージョンファイトみたいじゃない、ウルトラマンの。今ね、全然本当にね、やってないですが、やっぱね、ただのね、ごめんなさい、僕カードだけだと本当に魅力を感じなくてですね、デラックス玩具と連動してると、すごい好きなんですよ。まあ、ダイス王の時もそうでしたが、ゴセイジャーとカードが連動とか、ね、オーブだったらフュージョンカードが連動してるとか、仮面ライダーでもディケイドがこう連動してるとか、そういう方がね、やっぱ燃えるというか、やっぱ集めたくなる要素が増えると思うんで、すごい好きだったんですけど、やっぱね、何もないっていうのはね、そういうコラボというか本編とのつながりが何もないっていうのは、ちょっとね、すげえこれ足変形してんだけど形。いやー、これはなかなか面白いアイテムを買ったな。もっと他にもね、あったんですよ。
もっとあったけど、ちょっとね、荷物の関係で買ってもらえなくてですね。いや、なんで同じのが出るかね、しかも。こんな感じです。笑っちゃう。やーって感じだね。やー。え、やーって感じ。さあ、問題なのは、このお菓子ですよ。今、花粉、絶賛花粉症の俺に、あ、てか、これ、レアリティ書いてあるじゃん、下に。これが R で、こっち SR って書いてある。あ、確かに、ちょっと、こうやって反射しないもんね。若干違うんだ。カードが。へぇ。じゃあちょっと、トマト味、食べてみたいと思います。うわ、めっちゃ太い。すごい太い。いただきまーす。うわー、うまい。全くトマトの味しません。花粉症なので。ただ、風味としてもトマトがあるかって言われると、どうなんだろう。若干しか感じられないな。で、これうまっ。あのね、めっちゃうまい。じゃあチキンいただきます。色がちょっと違う、一緒だよね。ああ、はいはい、チキンはチキンです。トマトはね、若干甘みがあって、うわ、チキン、すごいチキンだな。トマトのがうまい。トマトめっちゃ美味しい。チキンも全然食べれるけどね、今ね、チキンって気分じゃない。面白い、これ美味しいし、いいね。また中国行って売ってたら買いたいと思います。ということで、今日はこの中国のお菓子、ウルトラマンのお菓子を開封しました。それではまた明日。